皆さんこんにちは。魚島胃袋3丁目監督の若林萌です。この度は京都国際学生映画祭で上映させていただくこととなり、とても嬉しく思っております。この作品は大学院の修了制作として作った約17分間のアニメーション作品です。大きな魚の胃袋の中で暮らす豚と魚とオタマジャクシの3人家族のもとに、ある日果物が漂着するところから、物語が大きく動き出します。胃袋という一つの場所の中において、それぞれ異なる価値観同士がどのように向かい合っていくのかをテーマに制作しました。一見突飛な設定のように思えるかもしれませんが、登場人物が直面する問題というものは案外私たちにも、身近なものかもしれません。この作品を京都で上映するのは今回が初めてなので、この機会にぜひ、たくさんの方に見ていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。